サミュエル・プレスコット・ブッシュは、アメリカの実業家。ブッシュ家当主で、孫に第41代、アメリカ合衆国大統領ジョージ・ H.W. ブッシュ、総尊に第43代、大統領ジョージ・ W. ブッシュがいる。ニュージャージー州、イースト・オレンジで、ハリエット・フェイト・ジェームズ・スミス・ブッシュの息子として生まれた。ニュージャージー州、サンフランシスコ・ヤスタ・テン島で育ち、成人後の人生の大半を、 コロンバスで過ごした。1894年6月20日に、フローラ・シェルドンと結婚した。5人の子供、プレスコット、ロバート、メアリー、マーガレット、ジェームズがいた。妻フローラは、ナラガンセットで1920年9月4日に、車にはねられ死亡した。後にサミュエルは、ミルウォーキーのマーサベルカーターと結婚した。 1884年に方剛県のスティーブンス工科大学を卒業した。大学ではカレッジフットボールをしていた。ローガンズポートのピッツバーグシンシナティシカゴセントルイス鉄道の工場の見習いとなり、デニソンとコロンバスに移動し、1891年に熟練校、1894年に動力者管理者となった。1899年、 ミルウォーキー鉄道の動力者管理者になるため、ミルウォーキーへ引っ越した。1901年、バックイスチールキャスティングスのゼネラルマネージャーとなるべくコロンバスに戻った。この会社は、石油オージョン・ロックフェラーの弟、フランク・ロックフェラーが経営し、顧客として、エドワード・ヘンリー・ハリマンの鉄道などがいた。ブッシュ家とハリマン家は少なくとも、 第二次世界大戦終了まで密接な関係にあった。1908年にロックフェラーが引退し、ブッシュが社長となって1927年まで務め、当時のトップ実業家の一人となった。ブッシュはまた、オハイオマニファクチャラーズ・アソシエーションの初代会長、サイオトカントリー・クラブ、コロンバス・アカデミーの共同設立者となった。1918年春、銀行家、 バーナード・バルークは、アメリカが第一次世界大戦に参戦する準備として、戦時産業局の再編成を依頼され、重要ポストに数人の著名な実業家を任命した。ブッシュは兵器、小型武器、弾薬部門の責任者となり、軍需産業の支援を担当した。ブッシュはまた、クリーブランド連邦準備銀行やハンティントン、バンクシェアーズ・インクの委員を務めた。 1931年には、ハーバート・フーバー大統領の失業救済委員会の委員に任命された。かつて、復興金融公庫の委員を務めるよう推薦されていたが、フーバーはブッシュが全国的知名度が十分あると感じていなかった。ブッシュは、コロンバスで1948年2月8日に84歳で死亡した。コロンバスのグリーンローンセメタリー、コロンバス。 おはように埋葬された。ありがとうございます。